はい、皆さんどうもこんにちは、ヨロと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけど、引っかかってる。おー、何やって挨拶したい。びっくりしちゃった。今何だったんだろう、そんな引っかかることある？結構今大事なところだけどね、このストーリーで言うとね。ビビったよ、そんなことある？あー、すげー。 みんなというこのなんかもう僕はやばいね。NPC のキャラクターの話も聞けるようになってるの。まあそのこっちが会話するというよりは、この会話してるのをまあちょっとなんかね、耳に入ってくるとかの方が近いかもしれないけど。アイテム、アイテム、あ、取れるよね。大丈夫か。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。何、クリスタルと指輪って。停戦の意思は初めからなかった。え、けど指輪さ、姫持ってたじゃん。あれとはまた別？あれだったらやばいね。何騙されてんだよ、バカい。そう簡単に騙されるもんか。そうだよね、そんなわけないよね。え、知らないけど、オートで起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ、迎え撃ってやるつもりでな。そうか、やっぱりそうだよね、分かってたから多分この王子を外に出して助けようとみたいな。力及ばなかったってのは現実だ。悲しいな、現実は。なんかゲームの中ぐらいね、うまくいってくれたらいいけどね。そう、うまくいきません。細けいことはこれの坊主に聞きな。ああ、将軍ね。で、その将軍どこにいるんだろう。顔も合わせちゃいねえんだ、もう何年も前からな。ああ、そうか、何年も会えてないのか。せめて会いたかったよな。ああ、なんか一緒に旅してたっぽいな。知らないけど、それは悲しいよな。なんか仲良さそう、仲良さそう言えないのやばいね。なんか良さそうな雰囲気だったもんな。悲しいよな。あれ、これここなのに、なんでどうした、何がダメなんだ、一体教えてくれ。とりあえず一体このアイテム取っていい？ハイポーションだ、いいですね。アイテムどうやって使うんだろう。これ一回離れたからありなしだね。はい、これどうしたらいいの。後ろ喋ったけどね、一回。これもう、なんだろう、出ていいの一回。はてなになってる。これから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。どこ？王の墓所は北西に行ったところだ。わぁ、出たよ。途中に集落がある。そうさ、方角で言うとダメだよ。わかんないんだよな。まずはそこに行ってみろ。なんかここをまっすぐで右とかさ、そっち系はなしなの。面白いもん持ってんな。あ、やっぱ別なんだ、さっきのクエストと。うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。拾ってやばいな。うん、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやる。お願いします。なんだそれ。改造してやる。まあ簡単に言うとね。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。あ、ねえのかよ部品。ある感じじゃん。金属のかけら、うん、持ってないの、そもそもの話。結構なんか物あったら拾うタイプだけど、一回話しかけてみる。あ、でも持ってる。よし、やった。組み上がるまで人を待ってな。はい、頼んだよ。え、これこの場でパッてくれる。いい。ああ、そっち系ね。なんか何分後に来てくださいパターンじゃないんだ。やった。ドリン系っていいよね、攻撃できるし、こっちも回復できるから楽だけどな。で、え、ないんですけど、すいません。嘘だろ。あ、これノクティス用じゃなくて、ランスって誰が使ってんの、そもそもの話。貴様か。いや、こいつの拳感えぐいけどな。あ、でもこいつなんかまあまあデカめの剣使ってたわ、なんかで。覚えてる覚えてる。あ、あった、おめえかい。けどなんかあんま強くねえな。なんか悩むな、どっちの方がいいんだろう。こいつが意外と銃なんだよね。どっちかっていうとなんかのメガネの人の方が銃っぽいけどな。いや、あくまでイメージな。待てよ、なんだっけ。あ、墓所に行ってほしいのか。先に一回ちょっとこっち行って、こっち行って話しかけてから行こうか。うわー、これなんだろう、簡単なのかな。あんたたち、そんな驚かれる。車持ってたよな。ああ、持ってるよ。食材の仕入れを頼めないか。食材の仕入れ、なんで俺が。まあ、シドさん、出たー、ジージー、またかよ。何でもいいからお使いをやらせる。ああ、いろいろあって帰れない。まあ確かにな。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないから。優しさパターンね。持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。
ルシストマト聞いたことねえな。トマトは知ってるけど、ルシストマト、どんなやつなんだろう。俺もわかんないけど、一旦とりあえず行くか。シドも厳しいね。シド厳しいね。あれ、車どれだっけ。これか。根性叩き直してやるって感じ。やばい、そんな根性終わってんのかな。あんまりないもんね、そっち系。どれぐらいかかるんだ。ここから2分後。そんなかかんないね。もうお使いの方が遠いからね。お使いな、なんかついでだったらな買うけどな。例えばなんか売ってる場所、取りに行く場所わかんないけど、そこになんか別の用事があってみたいなだったらないいけどな。あのさ、あの子と、どうした、どうした。今日はもう疲れたからさ、 あそこにある宿に泊まって休もうよ。けどもう暗いのか、もしかして夜になる時ってさ、毎回これ言われるのかな。それでも仕方ないし、まあいいか。よっしゃ、休もう。わかった。出入りは制限されているだろう。なんかごめんな、こいつせっかく運転してくれてんのに。中はどうなってんだろうね。うわー、宿ってってかどこ、宿なんかある、この辺に。どれの話してるんだろう。宿に泊まらないかって言われたけど、すぐに。どれですか。クリスタルないんだよね。このクリスタルない、取られたっつってたな。返させるし。あ、もう元々我々のものなんだった。あ、ここも結局なんだ。分かった、一回帰ろう。ここ帰ってだね。けどな、夜じゃなかったらな、ワンチャンな他にできるクエストあったらな、してでもよかったけどな。もう早く寝て早く次の日にしてクエスト行った方がいいのかな。このさ、場所のさ感覚がさ分かんないからさ、なんか今いる場所の徒歩圏内ぐらいでなんかクエストがあるのかどうかかな、分かんないからな。分かったらな、めっちゃうまそう。お腹減るから見ない。なんだっけ。ああ、そうそう、わかんないからな。あれ、ルシスって書いてるよ。けどトマトとかはね、また別なのかな。ルシスとトマトとルシストマトと何、結局あの正体がわかんないもの。なんかお使いに行かされてるのやばいね。普通に我々は何を買わされそう。あ、買う鳥なんだろう、生えてんの。全然何かわかんないから。ああ、ごめん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 、やばいやばい、ごめん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 。こいつとめちゃめちゃぶつかっちゃうな。そんな予定じゃないことだけ猛烈に伝えたいよ。なんかすんごいぶつかっちゃうんだよな。ごめんな。まあでもしょうがない、4人いてさ、みんな結構イカつくてさ、それに関してはもうしょうがない、許してあげてほしいよ。また来たのか。何か。どうしようか。ないね。なんかクエスト見てわかるかな。出現いつでも、日中いつも、日中のやつやばいね。これ試しに受けてみようかな。多分間違えてなかったらこの近くでできるクエストがあるはずだと思うんだよね。違うのかな、勝手な予想だけどね。だって最初の方さ、クエストあったじゃん。あの時ってさ、こっから別になんかそんな遠くないようなさ場所じゃなかった。だからそれのあれで言うと、言ってそこまでなんか遠くない場所にあると思うんだけどな。あとなんか暗いからマップがよくわかんない。でもそんな遠くなさそうじゃない？違うかな。はい、ジャンプ。オッケー、結構高いな。大丈夫かな。これ帰れんの？上から下はいいけどさ、下から上はまあまあ大変だって習ってるからな。これ大丈夫かな。まあいいか。とりあえず一旦、もうちょい、あ、いけるね。頑張れ。遠いな。めっちゃいるじゃん。ガチか。でもそうだよ、7体倒さないとダメなんだもんね。強いのかな。どれぐらい強いのかがわからないから何とも言えないけど、とりあえずどうしようかな。一旦先制仕掛け、今当たった、当たったのかどうか。うわ、こっちに行ってもじゃん。なんだよ、相手だと。おめでとう。なんかまあすごい強いわけじゃないけど、超動くからこの剣飛ばせるのが意外と当たんないな。なんか斜めとかで歩かれちゃうとさ、どうしても垂直な場面が出てくるから、そうなったらきちいな。あ、いけた、やった。これ剥ぎ取るってないもんね。モンハンとかだったらさ、倒した時からさ物剥ぎ取ってさ、アイテムゲットしてみたいなのあるじゃん。さすがにないかけど、この辺何も落ちてないね。道中宝箱とかさ、まあ、物とか何でもいいけど、これ宝箱あんのかな。ここ今のところさ、床が光っててさ、なんか水色かなんかの光で、それをなんか調べたら、アイテムゲットできてじゃないか。あのなんかザ宝箱みたいなのないのかな。あれ結構テンション上がるけどな。いや、まあないならないでいいんだが、しかしあるんだったらってふと思った。
遠いな、うん、けどまあまあ歩いていけないことはないからな。よかったよねクリアできて。あれこれそうだよね、報復入れてたもんね。なんかゲームによってさ、クエストクリアした段階で OK なやつとさ、ちゃんと報告に行きましょうパターンあるじゃん。一瞬どっちか分かんなかった。これってさ、普通に話しかけてさ、この、あー、OK。そう、それを知りたかった。さすがだな。どうやって話しかけていいのかが分かんなかった。たまにさ、なんかこの通常の会話とクエストの会話が違かったりとかあるじゃないか。だからどのパターンか分かんなかった。お、増えた？あ、間違えた、ボタン間違えてた。シンプルに今増えたのかと思ってさ、あ、これ後から増えるパターンあるんだと思ってたら全然増えてませんでした。さよなら。ここか。一旦休んで明日からまただな。あ、有料なんだけど、あれだよな、なんか野宿スタイルってないのかな。前回なんか一回キャンプしたよね。疲れた。でもな、キャンプの場所がわからないからな。なったらまあもうやられるよりもおとなしくここで休んだ方がいいな。でもなんかキャンプ美味しそうなもん食ってたけどな、ここ料理なんかあんのかな。ないんだったらキャンプの方がいいな。まあでもこいつらからしたらこっちの方がいいかもしれないけど。おー、確認してくれる、いいね。何作ってくれるんだろう。美味しいものお願いします。あ、貴様たちサボる気か。もうわかんない、役割分担っていうものがね、この世にありますから。まあご飯を作る人、掃除をする人とかさ、何でもいいけど、そういうことなのかな。あ、出ました、いい音ですね。あ、しょぼーい、全然上がんなかったね。やっぱ最初だけ少ない写真、マジかな、神々しいな。なんでそんな眩しい。シードシードだな。 CV ね。これ何、あ、戦ってる時の写真か。なんでここ写真のチョイス長そすぎだな、お前。ってか戦いの時に撮ってんじゃねえ写真。頑張れ。ああ、電話。ああ、やっと当たった。え、その声どうしたろ。うわ、こいつわかるわ。あの、アクセサリーとかほら。そうだよね、原石だね。原石で覚えてきたな。うん、時間があったらガーディナに来て。ガーディナ、うわ、なんで、なんか嫌な予感するけどな。大丈夫かな。てか顔見たいんだとお前が来いよね。最終的な話、大雨。まあいいや、とりあえず先にもともと行きたかったクエスト行こうか。そっちが先だな。どうしようか。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。